ホテイアオイ、ホテイアオイ、ホテイアオイ、学名、アイコーニアクラスプスは、単子用植物水アオイカに属する水草である。南アメリカ原産で、水面に浮かんで生育する。花が青く美しいので観賞用に栽培される。別名ホテイソウ、ウォーターヒアシンス。南アメリカを原産地とする。北アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、ハワイ、韓国、台湾、日本。 東南アジアなどの広い地域で外来種として移入分布している。故障や流れの緩やかな川などの水面に浮かんで生育する水草。葉は水面から立ち上がる。葉そのものは丸っぽく艶がある。変わった特徴は傭兵が丸く膨らんで浮き袋の役目をしていることで浮き袋の半ばまでが水の中にある。日本では この浮袋のような丸い形の傭兵を、補填の膨らんだ腹に見立てて、補填青い、補填のような形をしている青いと呼ばれるように言った。茎はごく短く、葉はロゼット状につく。つまり、タンポポのような草が根元まで水に浸かっている形である。水中には根が伸びる。根は、ひげ根状のものがバラバラと水中に広がり、それぞれの根からは、 たくさんの混合が出るので、試験管洗いのブラシのようである。これは、重りとして機能して、浮き袋状の傭平など空撃に飛んだ水上部とバランスをとって、水面での姿勢を保っている。ただし、全体の形は、生育状態によって相当に変わる。小さいうちは歯も短く、傭平の浮き袋も休憩っぽくなり、水面に接しているが、よく育つと、 浮き袋は楕円型になり、水面から1 0トルも立ち上がる。さらに、多数が寄り集まった時は、傭兵は細長くなり、刃も楕円型になって立ち上がるようになる。水が浅いところで、根が泥についた場合には、泥の中に根を深く下ろし、泥の中の肥料分をどんどん吸収してさらに背が高くなり、全体の背丈は最大で1 5 0トルにもなる。 こうなると傭兵は、もはや細長く伸びて、浮袋状ではなくなる。なお、この状態で水中に浮かせておくと、しばらくして傭兵は再び膨らむ。夏に花が咲く。家計が葉の間から高く伸び、大きな花を数個十数個つける。花は青紫で、花びらは六枚。上に向いた花びらが幅広く、真ん中に黄色の半紋があり、周りを紫の模様が囲んでいる。 花が咲き終わると家計は曲がって、先端を水中に突っ込む形となり、果実は水中で成長する。熟した果実は水中で劣化し、水中に種子をばらまく。種子から発芽した蜜蝶は、最初から浮草状の生活系を取るのではなく、浅い水中や水辺の泥の上で土中に根を下ろして、成長し、株が大きくなると傭兵に浮き袋を生じて水面に、 生活の場を広げていく。また、茎から水平に枝を伸ばし、その先端に芽が生じて新しい株を作る。これによって素早く数を増やし、大きな集団になる。集団がさらに大きくなり、水面を埋め尽くすようになると、互いによりかかり合って背が高くなり、分厚い緑の絨毯を水面に作り上げる。日照量の高い環境で、 最もよく繁茂し、室内など、光量の低い環境では、次第に衰弱して枯死する。豚、カバなどの装飾哺乳類の餌となる。鶴を編み込んで、家具やバッグ、ロープなどに利用する地域がある。ウォーターヒアシンス素材の家具、雑貨類は日本にも販売業者が見られる。花が美しい水草なので、日本には明治時代に鑑賞用に持ち込まれた。 路地での金魚飼育などの場合、夏の日陰を作るのによく、またその根が金魚の産卵用に使えるので便利である。水面に浮かぶので、水槽での栽培には用いられない。世界の熱帯、亜熱帯域に帰化し、日本では本州中部以南のあちこちで野生化している。寒さに弱く、冬はほとんど枯れるのだが、一部の株がわずかに生き延びれば、翌年には、 再び大繁殖する。繁殖力が強く、肥料分の多い水域では、あっという間に水面を覆い尽くし、水の流れを滞らせ、水上輸送の妨げとなり、また漁業にも影響を与えるなど日本のみならず、予中で問題となっていて、青い悪魔と呼ばれ、恐れられている。陶器に大量に生じる腰植物体も、腐敗して環境に悪影響を与える。さらに、 水面を覆い尽くすことから、在来の水草を競争で排除する事態や、水生動物への影響も懸念される。また、アレロパシーも有する。このため、国際自然保護連合、IUCN 種の保全委員会が作成した世界の、侵略的外来種ワースト100、100 of the w o r s ワーストインベイシブエイリアンスピーシーズに、選ばれている。ただし、日本では、ホテアオイは、 特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律において特定外来生物には指定されていない。これには口実の通り見解がまとめられていないことが挙げられている。ただし要注意外来生物には指定されている。その繁殖力を生かして水中の窒素分などをこの植物に吸収させることを目指して水質浄化のために利用しようとの試みもあるが、 多くの場合、繁殖した植物体をかき集めて処理する手間がかかために、永続性にかけ、水域に投入しただけで環境に良いことをしたつもりになって放置しているケースも目立つ。むしろ、いくら閉じ込めたつもりでも、少しでも外に出れば大きな問題を引き起こすような外来種を水質浄化など、環境対策として用いることは、環境浄化の方法として、 好ましくないと多くの専門家が批判している。にもかかわらず、そのような問題に意識を持たない人たちによって、いらなくなったホテイアオ葵が川や池に捨てられる例も多い。ビオトープ施設でも環境に良い植物とみなしてホテイアオ葵を入れている場所もある。一方、旺盛な繁殖力を持つホテイアオ葵を新たな繊維素材として利用開発の動きもある。 すでにホテイアオイの乾燥させた繊維で編んだカゴなどは商品化されてヒアシンスバスケットなどといった商品名で流通しており同様に繊維を編んでソファーやテーブルなどの家具類も作られているフロリダでは量を調整するのにストガカクランビデイのナイフをグラッペタアルバイガタリスの幼虫が使われる米国の南部では日本以上にこの植物によるハザードが問題になっている 米国への補定葵の侵入は1884から5、明治17から18年にニューオリンズで開催されたで、日本の施設団がお土産として配ったからだ、との説がある。確かに、この見本市に日本政府はブースを持ち、高覧車社製等の薩摩焼きなどの陶磁器や、屏風などの美術工芸品、高い技術を誇った金属製品を展示即売していた。 ガイドブックスルーザワールドエスフェアコットンエクスポジションニューオールリンズ1885しかし日本はもちろんホテイアオイの原産地ではないしまたブラジルなどの原産地から購入して輸送するほどの余裕があったとは考えにくく日本の関与は何らかの誤りではないかと思われるこの日本史から持ち帰ったフロリダの住民が川や水路にリリースされ反応して世紀初頭には 温暖で水の豊かなフロリダでは、ホテ葵が経済的、環境的に大きな問題となっていた。当時社会問題となっていた、食肉不足とこのホテ葵問題を一挙に解決しようという案が出された。発案したのは、アフリカに詳しい探検家のと、南アメリカの軍人で、ルイジアナ州選出議員のと組んで、アフリカからカバを移入して、大規模牧場を作り、彼らに、 ホテイアオイを食べさせ、その肉を食肉として市場に出そうという計画で、1910年には、米国議会の公聴会まで開かれた。しかし結局この案は、受け入れられず、商宅地を干拓し、牧草地化して、肉牛を飼育することで、食肉不足を解消することとなった。この興味深い歴史の経緯は、人間模様も絡めてに詳しいとのこと。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。